こんにちは、ももです。今日は No Bake Brownie、 オーブンを使わないでできるヘルシーなブラウニーの作り方を紹介していきます。今日使う材料はデーツ、カカオパウダー、ココアパウダーでも大丈夫です。とミルク、今日はオーツミルクを使っていきます。どんなミルクでも大丈夫です。あとナッツ、私はカシューナッツを使っていきます。ココナッツオイルと、最後は刻んだダークチョコレートです。 70% のダークチョコレートです。デーツを2カップまず取っていきます。でミキサーがある方はこれを細かく切っていきます。ミキサーがない人はこのデーツを少しだけお湯に浸して柔らかくしてフォークで潰していきます。このブラウニーはミキサーなくても作れるので、ぜひ試してみてください。デーツにはバナナの約7倍の食物繊維が含まれていて、利尿作用もあるので、塩分の摂りすぎでむくんでる方などにとてもおすすめです。で、ミキサーがある方はここでデーツを入れていきます。でミルクを大さじ2、豆乳でもアーモンドミルクでもヘーゼルナッツミルクでも好きなミルクを入れてください。でココナッツオイルを大さじ3、しっかり溶かしたやつです。とカカオパウダー半カップ。あとはミックスしていくだけです。ココナッツオイルは免疫力を高めて細菌やウイルスから守ってくれる効果があるそうなので、今の時期にぴったりです。もしもミキサーが回りづらかったら少しだけココナッツオイルを足してみてください。でバイタミックスを使っている方は棒で端っこから押すといいです。そしたら次バニラエキスを小さじ1、塩を少しだけ、あと最後にカシューナッツを4分の3カップ入れていきます。アーモンドでもクルミでもすごく美味しくできるし、ドライフルーツとか入れてもすごく美味しいです。でもう一回ミキサーで混ぜていきます。でミキサーない方はナッツとかを細かく切って全部ミックスしてみてください。ナッツ類にはミネラルやビタミンが豊富に含まれているので美容効果も期待できます。で最後出来上がったら 70g のチョコレートを中に入れて、あとは容器に詰めていくだけです。結構スティキーなので難しいんですけど、なるべく下にプッシュしていきます。そんな感じでブラウニーの出来上がりです。冷蔵庫に入れてもいいし、私みたいに少しだけオーブンに入れたい方は180度のオーブンで12分ぐらい入れると中にあるチョコレートが溶けていい感じになるのでおすすめです。こんな感じでブラウニーが冷めたら上からココナッツフレークをかけて包丁で切っていきます。カカオのたくさん入っているブラウニーなんですけど、カカオは便秘や冷え性改善にも効果があるそうです。なのですごくおすすめです。すごい簡単に作れるし、オーブンなくても作れるし、ミキサーなくても作れるので、いろんな方が簡単に作れると思います。あとお砂糖とかも使ってないので罪悪感なく食べれるおやつになっています。ぜひダイエット中の方は試してみてください。そんな感じで今日のレシピ動画はこれで以上です。 Thank you so much for watching. I hope you enjoyed it and see you in my next video.